大竹紳士講友録、毎週金曜日は慶応大学経済学部教授金子勝さんです。どうも、はい、こんにちは。こんにちは。今日は何を。今日はね、まあ安保法制、まあ、今日も。はい。話題になったじゃないですか。そうですね。憲法学者。そうですね。百七十一人に増えている。百七十一人だよ。うん。だけど、まあ、それもあるんだけど。あの。ちょっと。株価とか。はい。 あと実質賃金とか景気が良くなったキャンペーンがまた始まってちょっと腹立ってるんだけどマスコミが全くこの日銀の異常な介入に沈黙しているんでこれがいいのかって年金ぶち今日の朝の NHK ニュースなんてここ2週間で株価は12か13日営業日連続上場バブル以来とてあ煽ってるわけ。外国人投資家が億も買った ああこれはすごいとか言うわけさ、うんうん、で個人投資家1兆円売ってるのにそう、うん、差し引き2000億足りねえじゃないかで外国人投資家主導だとか言って、うん、年金資金をぶち込んだり、うん、あるいは日銀がこんな異様な介入してることは一切触れないんだよ、うん、ここ国民の財産だしこれから国の財政運営はもうめちゃくちゃになるよ。でそれはすごい今日もね あんまり知られてないけどロイターとかああいうの見ると、うん、あの短期国債5000億円、うん、長期国債1兆1550億円、うん、日銀が、うん、あの買いますと宣言したというのが出てるわけ、はいうん、でこれってすごいよ1日で1兆5000億で年間80兆やるって,ってるわけでしょだから今日も異様な介入したわけ、うん、株価がアメリカが下がってるんで買い支えると、うんはい、でそうすると。うん あの日銀が大量に国債買って金利を下げていくわけじゃないですかどんどんジャブジャブにすると円安になっていくわけですよ円安っていうのは外国人投資家から見るとこれが続いていくと株安になっていくわけですよ株が安くなっていくで,でだけどあの年金資金をぶち込めば株価は上がるって考えればまた買えば安い買い物じゃないですか円が安くなってる状態でこれ以上安くな,な,なればまた別だけど。 そういう状態で日銀って今どのぐらいの国債を持ってるか国債を含めた資産を持っているかというと国債はもう300兆円近い、GDP は500兆円だから他にも株買ったりいろいろしているから今、日銀は GDP の65.9%、約66%つまり GDP の3分の1に近い資産を抱えている国債や株やいろんなものを持ってる、うんはいる。 これが異常かどうかってなかなか判断できないんだけど、うん、過去100年、うん、中央銀行が持ってる資産っていうのは、うん、GDP の大体10%から20%が当たり前。あそうなでアメリカの FRB っていう中央銀行は現在25%。うんうんうん ECB、EU の中央銀行は22%、あれだけじゃぶじゃぶ金融緩和やってるように見えても、GDP の本体が大きいので、つまり25%に、日銀だけも66%、つまり GDP の3分の2まで来ちゃったと、これはどうして異常かというと、日銀はもう出口がない、全くない。 みんなこのことマスクミが問題にしないのは、出口のない日銀がこれだけ買い支えられて、永久に買い支えれるんだよ、なぜかっ言ったら、日銀が介入をやめた瞬間に、金利がだーッと上がっちゃう国債の価格が暴う今はたくさんの国債を日銀が買ってるけど、日銀が買うのをやめると、買う人が今度いなくなっちゃうそうすると国債の値段がブーンと下がって、金利がグーンと上がっちゃう。 こう異様な状態ですよ、日あその国債というのは日銀以外に、あと誰が買っ,誰が買っての、今、ほとんど日銀だよ、9割ぐらい。九割ぐらい普通のなんか銀行とが、銀行が嫌がってる、ね、銀行が嫌がってる。うん、だって、銀行が,が買うとすぐ買っちゃうわけだから、うん、日銀が。うん、それからあの、ゆうちょとか、うん、あと政府とか、そういう機関投資家がまず買うじゃないですか、うんうん、個人も若干買うじゃないですか。うんうん、それがし主たる国債 で年金も手放してるわけ、うん、なぜかっていったら、年金基金は今、株へボンボンぶっ込んでるから、うん、でこれも前は年金もあの国債買ってた運用のために国債をある程度の割合で買ってたんですよねそれは年金は今、株にぶっ込んでるから株をぶっ込んでるから国債手放すわけじゃないですか、変わらずに、うん、そし日銀はみんなかあの買っていくわけですよ、で年金はもうみんなあの破綻するよ、これ。 あのなんうかっていうと安倍さんっていうのはさ第一あの安倍内閣の時も消えた年金問題で年金粗末国民の財産を国民の財産としてしっかり扱わない人なんだよ。 で自分の延命のために株を上げて支持率上げてっていうために年金国民の年金をばかばか使っちゃったら、うん、もう年金財政、見通し立たないもん例えば、うん、2030年に高齢化率がこのくらいで、うん、あのだからこのくらいの負担が、うん、あのしてくださいこのくらいの給付が当然ですって説明するじゃないですか。説明成り立たないよだって株価が ッと落ちたらら兆30兆簡単に飛んんじゃうんだからいいんだよその時もうあれなんだから正解にいないし、うん、いそれとあと厚労省っていつもいつも数字ごまかすの得意なんだから <laughs> 消えた年金になっちゃうよまた成り立たないよそれも問題にしないわけ、うん、それどころかさ、うん、もう初歩的なウイルスって言われてる遠隔操作のウイルスの MDB ってやつに、うん、あのもうすごい古典的なやつですよこれ引っかかっちゃうわけだよこの年金。うん でこれでマイナンバーだよ。うん、これに税金だらしたんだったら室井、うん、さん裸にするの簡単だよ。うん、もうパーッと、うん、あの年金金と芋づる式にどん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 。室井さん裸にするのは難しいですよ。うん、いや、そあの資産も税,も,も税金もね、病歴もみんなっ。っていうか裸になるの好きって。 そういう意味じゃないっていうの裸になっても大したもんで、<laughs> 財産を裸にするのは、ね、財産や税金や病歴や税金の廃止になって、まあ、だから株価上がってるわけでしょ、そ<う>株価上がって、それなり、ね、世界に対して、この国は景気いいですよって見せてるってことなの見せてる、うん 国民も株価が上がれば何かなるんじゃないかと思ってるわけだけどこれはもう出口がないもうかっぱえびせんと同じだよこの提供じゃないけどやめられない止まらない状態になっちゃうかっぱえびせん起こると思いますよ俺それ企画としては皆さんと一緒にやたらそんなまずくないとそないう話をするとさ本当にそもそもの話なんだけど経済っていうとさみんなその企業の人たちってさ儲けたい わけじゃんそっちが儲けることが正義ってなっちゃうじゃない、うん、そうするとやっぱり政治と政治っていうのはそうじゃなくて、うん、どっちかってっと困ってる人たちにも光が当たるようにっていうことじゃないあるいは年金も含めてだけど<う>将来の見通しを立たせて人に安心を与えるとかねそういう役割だよね 政治のこと話す時って全部経済のこと一色谷な話になるじゃないそれが変じゃない変だよだからさ、うん、何を政策の目標にしてるかっていうのは、うん、みんなあの忘れちゃって「物価上昇物価上昇」って、うん、じゃあ物価は全然上がってねいじゃないか、うん、じゃあ日銀は永久に物価差が上がればいいかってこう突っ込んでいくじゃないですか、うん、そしたら結果として出口がなくなって、うん、本当にもうやめられない止まらない状態になっちゃうんですよっていう。 そういう意見は少なくともあるわけですよ。うん、あるんだけどメディアは絶対出てこない。ねねねねでしいいかな。どうぞ。うん、森永さんは株まだ上がるっつってんだけど、先生どうなのですか。いや年金ぶち込んで今玉がある限りは上げようとしてるんでしょ。うん、だからまあもちろんあの例えばギリシャショックが来るとか。うん いろんな中国のバブルが弾けるとか何かが起きちゃえば森,森永さんの予想は外れるけど森永さんは、うん、もう日本全体じゃなくて一部一部の人たちが買ってるとで一部の人たちがもうこれでもう一部の人たちが潤ってる分にはこう絶対年こうバブルはバブルだけど弾けないって言ってるんだけどいや弾けるよは弾ける 森川さん言ったら国内要因じゃない、うん、だって年金が続くかぎり共済、うん、年金だって今ぶっ込んでるから、うん、そのうち、遊女だって農協だってみんなあの金出すようになっちゃうから、うん、そうするとその間持ってるように見えるんだけど、うん、国際的な経済の状況は決してよくないんだよ。うんうん EU が久しぶりに物価がプラスになったとか言ってるけど、半年ずっとマイナスだからね、なんかちょこっと良くなったぐらいで、本当によくなるのかとか、それから新興国の景気は非常に悪いわけですよ、もたもたしてるわけですよ、で、中国のバブル崩壊っていうのはなかなか考えにくいけど、そういう不足の事態、ギリシャだって答弁持たしてるに過ぎないわけじゃないですか、そういう不足の事態、あるいは中東で戦争がもっと本格化しちゃうとか、いろんな外的な要因はいくらでもあるから、そこは簡単には見通せないと思う。で,で,でも 必ず続きますよとも言えないですよねバブルがこれ、ずっと回ってて、はじけるみたいなことになると、めちゃくちゃでしょ、どうなんの、めちゃくちゃで、株もないじゃん、だって、株はもう一つ腹立つニュースはさ、実質賃金が2年ぶりにプラスになったって言っ大キャンペーンある、ででそれ新聞でも書いてありますよね。 伸び率というのは対前年同月比だから、うん、去年の4月は消費税が上がってるから、消費税の上がった分を賃金の上昇が吸収できなかったんですよ、はあ、ずっとマイナスはあ、はあ、で、この消費税分が剥げ落ちただけだから、うんで、消費税の影響額っていうのは2%で、2> うん、その分が剥げ落ちてみたら、賃金はほとんど。 プラマイゼロですと0.1%だからしかもプラマイゼロの4月の意味が重いんだ4月っていうのは春闘で賃金が上がるときなの大手企業は2%賃金を上げたはずなのにそれでも0.1%っていうことが重いんだしかもこのまきいとアメリカは FRB があの 利上げをするかもしれないと、うん、ゼキ金利出する、うん、そしたらまた一段と円安になる可能性があると、うん、そうするとまた輸入物価が直撃するわけですよ、うん、僕らあの、お米とかそういう国内で作ってるものも安いけど、コーヒーとかさ、バターとかさ、輸入費はもうバンばバン上がってるわけだ、ね、輸入一度、今、124円、5円だけど、どこまで上がんのこれいや、これ分かんないですよ、もし利上げを本当に本格的にやるとなったら、うん、130円台だってあり得ると思いますよ。 だけどそれ分かんないですよ、うん、ずっと IMF も怖がっちゃって一番ふさわしい金額って1ドルいくら日本にとってこう今輸出あの輸入いやそれいくらが正しいっていうのはねないの,あのいや購買力平価とかいろいろ見方があるんですけど長期で見るとだからそれはなかなか簡単に判断できないんですよ、うん、ただ企業は一定の,、うん、あの要するに為替レートを想定して輸出をしたりしてるから、うん 要するに急激な変動が一番悪いわけですよ、うん、だから、財界の連中も急激な円安は困ると言ってるわけです、うん、だから、ちゃんとした安定して推移をしてゆっくり変わってくれる分には対応能力があるわけで,すでも輸入してる業者とか加工してる業者が25円なんかなったら小麦も服も今まで取引者した金額が。 そうこう今までだって、百円ぐらいで取引した金額があっという間に百二十五円になっちゃってるわけですよ。最初はあれで,ですよ。だからこの間もそうだ中小企業は。原材料輸入してるところは非常に苦しくなってるんですよ。うん、じゃ、大手の企業で輸出してる企業は潤うけど、うん、彼らはじゃあどうするかっつったら。うん、内部留保を溜め込んで三百兆円超えちゃってるわけですよ。うんうん、で、株の配当も含めて。株主還元は十三兆円なわけですよ。だけど賃金支払いは上げた上げたってもほんのわずかなわけですよ。そうすると。 それでじゃたまったお金をどうするかって言ったらさ国内はみんな賃金が上がらない消費が伸びないから国内で人口が減るし投資してもしょうがないじゃないですかそうするとどういうふうになるかっつと海外に投資するわけですよ今、設備投資で伸びてるのは今、円安で外国人がたくさん来るから観光客向けのホテルとかそういうところだけは伸びてるんですそそうううい円安だからねするとさ 企業が太って、海外で儲けて、うん、この国捨てていくみたいな状態が続いていって、うん、経済良くなるわけないじゃないですか、うん、するとデフレはなかなか克服できないから、うん、もう日銀は永遠国債を買い続け、うん、年金企業をぶち込み続けて、俺はもうね、そうか、まだこう日銀がこうやってるってことは、まだデフレがちゃんと解消してないって,裏返しってと、か裏返してる、だから永遠にやっていったら、日銀だけた,かたまり込んでいく、うん、俺ね、安倍さん、こっちは悪いけど、うん、ピーター・パン症候群だと思う。 ピーター・パーン諸国って大人にならない自己中心的でさ絶対に責任取らないそれで反抗的で起こりやすくてってみんなそれに当てはまってればかんんだからもう本当に子供っぽいなと思って本当に日本の未来を考えてそういういろんな設計をちゃんとしてもらわないと。 本当にこの国は終わっちゃう。のマジで国会答弁見て、一人でも多くの人を見てもらいたいよね。本当に。金子さんは何症候群だ。俺は何なんだろう。金子先生は別の意味でピーターパン症候群。働き中毒って言われてるけどね。ワーカーホリックと言われてるけど。ありがとうございました。金子まさるさんでした。大竹紳士交遊録。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。 どのぐらいの国債を持ってるか国債を含めた資産を持っているかというと、はい、国債はもう300兆円近い、GDP は500兆円だからほかにも株買ったりいろいろしているから今、日銀は GDP の65.9%、約66%つまり、GDP の3分の1に近い資産を抱えている国債や株やいろんなものを持っている。うんはい これが異常かどうかってなかなか判断できないんだけど、うん、過去100年、うん、中央銀行が持っている資産というのは、うん、GDP の大体10%から20%が当たり前あそうなのでアメリカの FRB ていう中央銀行は現在25%、うん、ECB=EU の中央銀行は22%、うん、あれだけじゃぶじゃぶ金融緩和やってるように見えても、うん、GDP の本体が大きいので、うん、つまり 25%に、日銀だけもう66%、つまり GDP の3分の2まで来ちゃったと、はい、これはどうして異常かというと、日銀はもう出口がない、全くない、はいはい、みんな、うん、このことをマスクミン問題にしないのはもう大問題よ、出口のない日銀がこれだけ返さ,させると、どうういうこと永久<え>に返させるんだよ、なぜかったいう日銀が介入をやめた瞬間に、金利がだーッとかがっちゃう で国債の価格が暴落暴落しちゃう。今はうん、うん、たくさんの国債を日銀が買ってるけど、日銀が買うのをやめると、うん、買う人がここいなくなっちゃう。ななそうすると国債の値段がブーンと下がって,がって金利がグーンと上がっちゃう。ゃううん、こう異様な状態ですよ。あその国債というのは日銀以外にあと誰が買誰が買ってるの？今ほとんど日銀だよ。九割ぐらい。九割ぐらい普通のなんか銀行とかだと銀行が銀行が嫌がってる、ね。銀行が嫌がってる。 だって銀行が買うとすぐ買っちゃうわけだから、がそれから、ゆうちょとか、あと政府とか、そういう機関投資家がまず買うじゃないですか、個人も若干買うじゃないですか、それが主たる国債、年金も手放してるわけ、なぜかっていったら、年金基金は今、株へぼんぼんぶっ込んでるから。 でこれ前は年金もあの国債買ってた運用のために国債をある程度の割合で買ってたんですよね。それは年金は今あの株にぶっこんでるから株ぶっこんでるから国債手放すわけじゃないですか。大竹紳士講義録毎週金曜日は慶応大学経済学部教授金子マさんです。どうもはいこんにちはこんにちは今日は何を今日はねまあ安保法制まあ、うん、今日も 話題になったじゃないですか。憲法学者。百七十一人増えてる。百七十一人だよ。だけど、まあ、それもあるんだけど。あの、ちょっと。株価とか。あと、実質賃金とか、なんか景気が良くなったキャンペーンがまた始まって。ちょっと腹立ってるんだけど。マスコミが全くこの日銀の異常な。介入に沈黙している。 なんでこれがいいのかって年金ぶち、うん、今日の朝の NHK ニュースなんて、ここ2週間で株価はその12か13日営業日連続、上場、うん、バブル以来とか言ってさ、煽ってるわけ、外国人投資家が8000億も買った、うん、これはすごいとか言うわけさ。うんうん で個人投資家1兆円売ってるのにそう、うん、差し引き2000億足りねえじゃないかで外国人投資家主導だとか言って、うん、年金資金をぶち込んだり、うん、あるいは日銀がこんな異様な介入してることは一切触れないんだよ、うん、国民の財産だし、うん、これから国の財政運営はもうめちゃくちゃになるよでそれはすごい今日も、ね、あんまり知られてないけどロイターとかああいうの見ると、うん、あの短期国債5000億円。うん 長期国債1兆1550億円、うん、日銀が、うん、あの買いますと宣言したというのが出てるわけ、はいうん、で、これってすごいよ、1日で1兆5000億で、年間80兆やるって,ってるわけでしょ、だから今日も異様な介入したわけ、うん、株価がアメリカが下がってるんで、買い支えると、うんはい、でそうすると。うん あの日銀が大量に国債買って金利を下げていくわけじゃないですかどんどんジャブジャブにすると円安になっていくわけですよ円安っていうのは外国人投資家から見るとこれが続いていくと株安になっていくわけですよ株が安くなっていくわでだけどあの年金資金をぶち込めば株価は上がるって考えればまた買えば安い買い物じゃないですか円が安くなってるこれ以上安くな,な,なればまた別だけど。 そういう状態で日銀って今やだけるそし日銀はみんな買,あの買っていくわけですよ。で、年金はもうみんなあの破綻するよ、これ。なんてかっていうと、うん、安倍さんっていうのはさ、第一あの安倍内閣の時も消えた年金問題で年金、そもそも国民の財産を国民の財産としてしっかり扱わない人なんだよ。うんうん で自分の延命のために株を上げて支持率を上げてとていうのために年金国民の年金をばかばか使っちゃったらもう年金財政見通し立たないもん例えば2030年に高齢化率がこのくらいで、うん、あのだからこのくらいの負担が、うん、あのしてくださいこのくらいの給付が当然ですって説明するじゃないですか説明成り立たないよだって株価がばっと落ちたら20兆30兆簡単に飛んじゃうんだから。い,いんんだよその時もうあれなんだから正解 いいないしい<や>それと,と,あと厚労省っていつもいつも数字ごまかすの得意なんだから <laughs> 消えた年金になっちゃうよまた成り立たないよそれも問題にしないわけ<で>それどころかさ、うん、もう初歩的なウイルスって言われてる遠隔操作のウイルスの MDB ってやつにすごい古典的なやつですよこれ引っかかっちゃうわけだよここの年金でこれでマイナンバーだよ、うん これ税金だらしたんだったら室井さん裸にするの簡単だよもうパーッと年金金と芋づる式にどん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 室井さん裸にするのは難しいですよ資産も税金もね病歴もみんな。 裸になるの好き <laughs> そういう意味じゃないっていうの,の裸になっても大したもん出てくるそう,、ね、<laughs> そういう意味じゃない財産を裸にするのは財産や税金や病歴や税金のプライバシーをね、まあ、だから株価上がってるわけでしょそう。株価上がってそれなり世界に対してこの国は景気いいですよって見せてるってことなの見せてる 国民も株価がかかななるるんじゃいと思ってわけだけどこれはもう出口がないもうかっぱえびせんと同じだよこの提供じゃないけどやめられない止まらない状態になっちゃうかっぱえびせん起こると思いますよ俺それ企画として安倍さんと一緒にやったらそんなまずくないとそういう話をするとさ本当にそもそもの話なんだけど経済っていうとさみんなその企業の人たちってさ儲けたい。 そっちが儲けることが正義ってなっちゃうじゃないそうするとやっぱり政治と政治っていうのはそうじゃなくてけるみたいなことになるといやもうめちゃくちゃでしょどうなんのいやめちゃくちゃだ株もないじゃんだって株はねもう一つ腹立つニュースはさ実質賃金が2年ぶりにプラスになったっつはて大キャンペーンあるでそれで新聞でも書いだけどさ簡単なんだよ実質賃金っていうのは 伸び率のは対前年同月比だから、うん、去年の4月は消費税が上がってるから、消費税の上がった分を賃金の上昇が吸収できなかったんですよ、はあ、ずっとマイナスああ、はあ、で、この消費税分が剥げ落ちただけだから、うんで、消費税の影響額っていうのは2%で、2> うん、その分が剥げ落ちてみたら、うん、賃金はほとんど。うんうん プラマイゼロですと0.1%だからしかもプラマイゼロの4月の意味が重いんだよ4月っていうのは春闘で賃金が上がるときなの大手企業は2%賃金を上げたはずなのにそれでも0.1%っていうことが重いんだしかもこのまきいとアメリカは FRB があの 利上げをするかもしれないとゼロ金利を出する、うんうん、そしたらまた一段と円安になる可能性があると、うんうん、そうするとまた輸入物価が直撃するわけですよ、うんうん、僕らあの、お米とかそういう国内で作ってるものも安いけど、コーヒーとかさ、バターとかさ、輸入品はもうバンバン上がってるわけです輸入一度、今、124円、5円だけど、どこまで上がんのこれいや、これ分かんないですよ、もし利上げを本当に本格的にやるとなったら、うん、130円台だってあり得ると思いますよ。 だけど、それ分かんないですよ、うんうん、ずっと IMF も怖がっちゃって一番ふさわしい金額って、1ドルいくら日本にとって、こう今、輸出あの輸いや、それいくらが正しいっていうのはね、ない,のあのいや、購買力平価とか、いろいろ見方があるんですけど、長期で見ると、だからそれはなかなか簡単に判断できないんですよ、うん、ただ、企業は一定の,、うん、あの要するに為替レートを想定して輸出をしたりしてるから。うん 要するに急激な変動が一番悪いわけですよ、だから財界の連中も、急激な円安は困ると言ってるわけです、すだから、ちゃんとした安定して推移をして、ゆっくり変わってくれる分には対応能力があるわけで,すでも輸入してる業者とか、加工してる業者は、25円なんかなったら、もう、小麦も、服もそうそうそう。 今まで取引した金額が今までどっちかっていうと困ってる人たちにも光が当たるようにっていうことじゃないあるいは年金も含めてだけど将来の見通しを立たせて人に安心を与えるとかねそういう役割だよね。とかそこかんかさ今ってさ政治のこと話す時って全部経済のこと一色にな話になるじゃないそれが変変じゃないだよだか。らさ何を政策のの目標にしててるかっいうは みんなあの忘れちゃって物価上昇、物価上昇って、うん、じゃあ、物価は全然上がってねえじゃないか、うん、じゃあ、日銀は永久に物価差が上がればいいかってこう突っ込んでいくじゃないですか、うん、そしたら結果として出口がなくなって本当にもうやめられない止まらない状態になっちゃうんですよっていうそういう意見は少なくともあるわけですよあるんだけどメディアは絶対出てこなないいいかなどうぞ。うん 森永さんんは株まだだ上がるっ,つってんだけどど先生どうなの年金ぶち込んで今玉がある限りを上げようとしてるんでしょ、うん、だから、うん、まあもちろんあの例えばギリシャショックが来るとか、うん、いろんな中国のバブルがはじけるとかなんかが起きちゃえば森,、うん、森永さんの予想は外れるけど森永さんは、うん、いもう日本全体じゃなくて一部一部の人たちが買ってると。 一部の人たちが潤ってる分にはこう絶対年あこうバ,ブルはバブルだけど弾けないって言ってるんだけどいや弾ける弾けるのはモネガさん言ってたの国内要因じゃない、うん、だって年金が続くかぎり共済、うん、年金だって今ぶっ込んでるから、うん、そのうち遊女だって農協だってみんな、うん、あの金出せになっちゃうからそうするとその間持ってるように見えるんだけど。うん 国際的な経済の状況は、決してよくないんだよ、いや、EU が久しぶりに物価がプラスになったとか言っるから半年ずっとマイナスだからね、なんかちょこっと良くなったぐらいで、本当に良くなるのかとか、それから新興国の景気が非常に悪いわけですよ、もたもたしてるわけですよ、で、中国のバブル崩壊っていうのは、なかなか考えにくいけど、そういう不測の事態、ギリシャだって答弁持たしてるに過ぎないわけじゃないですか。 そういう不測の事態、あるいは中東で戦争がもっと本格化しちゃうとか、うん、いろんな外的な要因はいくらでもあるから、うん、そこは簡単には見通せないと思う、で,で,でもだ、必ず続きますよとも言えないですよね。ちょちょバブルがはじこれずっと回っとててはじき